みむめぼんさやかです。今ね、今日のユニオンサラリーもらおうと思って見てみたら、なんとコレペディアン2位でしたと、なんか嬉しくって思わず動画に撮っちゃった。いつもこの辺だったかな。1位になったらサルベージチケットもらえるのかな。超テンションアップ、せっかくだから使い方わかんないけど、これもらっちゃおうかな、せっかくだし。すごいね。わーい、今どんな感じなんだろう。累計現在でいっか。わあ、これ水色の方があれってことよね。へえ。でも累計だったらインターセプターなんだよね。なんで急に変わっちゃったんだろう。じゃあ誰が決めてるんだよね、こういう流れって。さてと、あんなとこにトレジャーあるんだ。でもちょっと今取れないな。というわけでですね、今日はクエストの黒のライフポイントというのをやろうと思います。黒金の調査率を 50% 以上にしなきゃいけなくて、ちょっとしばらくできなかったんですよね。この間 50% になったんで、改めてライフポイント、こんなとこあったんだ、知らなかったかな。ここにトレジャーがある以上、私は多分ここに来るのは初めてですね。決まったか。お、てかさ、なんか突然あれ、ここ通ったのにまだトレジャーあるっていう時は割とある。これもあれなんかな、戦闘系なんかな。なんか普通にダウンロードした。それだけ？でも実際さ、医療系のデータってすごい大事だよね。全部が全部覚えられるわけじゃないからね。はい、やりました。さまざまな生命体に対する医療系のデータが保存されている、ね、メモリチップ。黒金の大陸に落ちたライフポイントから回収した。ノポンの女性、彼女の恋人が治療法を探すために旅に出ちゃったなるほど。これ何、場所わかるの？情報を集める、情報を集める1なのに3か所あるんだけど。キャラバンか。じゃあタツのお母さんのとこに聞きに行ってみましょう。そうだ、一応もボラボラドランゴキャラバンに着いたかも。ドランゴキャラバン、そういえばここにもクエストありましたね。忘れないうちにやっとかないと。忘却の警告に戻った戻ったらしいです。ん？戻った？でもすごいとこにいるね。すごいどうでもいいけどさすごいどうでもいいけど、これやっていいすんごいなんか前からさ気になってたからさ、ちょっとやりたい。オーケー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 、やってやろうじゃない。そのまま戦うの打撃は俺のお箱だね。あ、一匹降りた。あ、この子も金の攻撃なんだ。へえ。さてと、どっち？こっち。途中でなんか事故かなんかに遭っちゃったのかな。トレジャーがある。なんかさっきまでいなかったオーバードがいる。夜だから出てきたのかな。倒しとこう。まずは相手を弱らせる。これ戦いの基本だぜ。あ、いた。もうずっと探してて夜になっちゃったっていうあれなんですよね。あ、間違えた。全然ダメージアップでしたこれ。全然見えないんだけど。ああ、可愛いっちゃ可愛い。これ絶対ドールの方が弱いよね。似てる。ああ、全然見えないまま終わってしまった。もうなんちゅうとこにいるね。もうお星様の声。病弱の恋人がいるが問う。放浪の理由を聞く。確かめましょう。はい。ここでどんな収集をしていたのやら。最近すんごい噛むんだけど、まあ、今ちょっと。花粉症でさ、鼻で喋ってるって言っていいのかな、なんか喋り方が変なんですよね。すごい喋りにくい。はい、帰ってきました。お、ムービー系よう、ただいま。うん、あ、帰ってきてんのね。まあでもそりゃそうだよ。かわいい。見た目はもうかわいいんだからね。ああ、びっくりした。え、なに、なんか怖いんだけど。もしかしてでかい？元から？あ、元からっぽい。吹っ飛ばされた。これでいいのかな。まあ治ったからいいんじゃないかな。いいんじゃないかなこれで。めんどくさい。首振ってるし。やれやれですわ。あー、続く系ねこれ。なるほど。はーい。やったじゃない。確かに入んなくなるよ本格的に。ヘナヘナはいないのか。ヘナヘナはいないっぽいね。あら、みるみる移動してる。シークレットオーダーをやろうと思います。一番下の始まりの大地の大空を飛び交う気高き鳥たちの急行な証を手に入れるんで2個あるじゃないですか。多分これモンスタートロップだと思うんですよ。で、始まりの大地の大空っていうことは原初の荒野でしょ。で原初の荒野の空飛ぶ鳥、違う、生息ゾーンの2個持ってるやつを今から探します。あっ、いやもう見つけちゃったんですけど、あれでしょ、アクイラの球根羽ね、これだ多分。じゃあこのアクイラ行くか。記憶はある。クエストでもやったし、確か原初の荒野の上らへんにいなかったっけ。これこれの羽ください。羽羽おこれんでもこれ背中っぽくない？羽ないのかなあ、尻尾か、尻尾羽っぽいわ。まずは相手を弱らせる。元気出てきたぜ。叩き切ろう。決まった。引きつけろ。誰にでも決めてやるな。いい攻撃入ってる。ちょっと弱らせるチャンスだね。よし、お、来た。さあ、どうやよし、合ってる。じゃあこれをあと6個集めようと思います。よし、集めた。次は光の森の永遠の滝の上、安らぎの小道をにじろとする山の王、安らぎの小道、滝の上っつうと神のなんちゃらにしか思えないんだけど、滝の上、あ、いや待てよ、山の王、ちょっと待ってね、夜行の森でしょ、夜行の森の滝の上でしょ、滝の上ってね、この上もあると思うんですけど、もう一個滝あったと思うんですよ。ここ安らぎの小道、安らぎの小道っちゅうと、安らぎの小道、ここも一応滝の上なんで、こういうのも小道っていう。山のどっかなんかなかったっけ、洞窟みたいな。ついでだからこれ倒しちゃおう。まずは相手を弱らせる。この撃は俺のお箱だぜ。そういえばウイルスね、なんか射撃を封印するんだって。入ったかな、コントロールされてるから意味ないかな。早すぎた。でもセグメントトピックだったんだ。え、こんなに倒した？予想以上にトレジャーが多かったっていう。あ、これ私の道理じゃなかった。なんかめっちゃスコードクエストの宝庫なんでやっちゃおうと思います。おお、すごい。これって泳ぐかなあ、泳がない。いや、泳いでる。ボールがすごいっていうこと。これ何も言ってないけん。マジあれ私もしかしてなんかさっきから意識飛んでんのかなっていうぐらい速いんだけど。えあもうんあもうえんちょっとさ何言いたかないけど前回勧めてもらったこれとこれが強いっていうこと？え？ちょ待って、自分でやってるわけじゃないからさ、どんぐらいすごいのか分かってないんだけど。え、てか終わった？あ、終わったっぽいね。左のメニューが全然進んでないんだけど、単純に終わってますよね、これは。マジいいなんだが怖すぎる。でアソラ銀奥道わかんないからさ、ちょっととりあえずこれは3の王なのかを調べてみる。日本上司になるな。ここは強化あった。広域誘導だ。お前さんもこれでくださいな。敵一撃発動戦お願いしますわ。ブレイシー違うっぽいね。あれ？ん？ちょっと待って。ん？あれ？進んでる。あ、左の10分の何歩って10分の何歩ってスクほどクエストじゃないんだ。あーなるほど、スコードクエストだと思って私は倒してたんですけど、シークレットオーダーの対象相手だったんですね。でそれに気づかず今さやかは、アピスを倒していくと。さやかじゃないですね、ダグさんですね。あー確かに3入ってきそうではある。なんか今いろんなことがありすぎて頭が追いついてないんですけど、まあ今あったことはちょっとスコードクエストだって絡んで1匹ずつ頑張っていこう。あでもよいじゃどうしようっていう時になぜかさやかのドールがめっちゃ強くてなんか一瞬殺してしまったっていう流れでいいのかな。今宵のうち NLA すべての兵器が産声を上げる場所で。今宵っていうの、今宵って今っていう感じだっけ。宵のうち普通に思案する人物から報酬を受け取れ。じゃあ普通に工業エリアのあたりに行けばいいのかな。宵のうちってことは夜っていうことだよね。思案するっちゅうとこの辺に思うけど、いつもいなくて今いる人、とりあえず話しかけてみるか。適当にお一発でした。ソランさんってあれじゃないの HB の何同級生。空に招く命すべての謎を解き明かすフィールドスキルバイオジカル 5.0 を有するにふさわしいブレイド。本当に噛むんだけどどうしよう。なんか滑舌の勉強みたいなした方がいいのかな。いけます、お願いしよう。神秘のベール。やった。今のところまだバイオジカル5には出会ってない気がするけど、あ今回は一切ググらずにいけた。やった。メカニカルの時何個ググったんだっけ。1個ググったんだっけ。やった。ではあとはサーチなんですね。灼熱の地狂人たちの晩酌会が開かれる。卓上に並べられた料理を奪おうと。なんだっけこれ、なんかコメントいただいたんだけどな、忘れたね。忘れちゃったね。溶岩の虫ね。まあでもこれは次のパートでやろうかな。なんかさ、あんなに強いって思わなかったからさ、ちょっと作っちゃおうかなって思っちゃうよね。これはどこにつけられるんだろう。なんかドールのデバイスって場所によって違うよね。アーマーっていうことは体にしかつけられないよね。つまりデバイスが1個ずつしかつけられない部位だよね、これは。多分回避率が上がったらやばいね。なんかコメント見たらバンドジェリウムがすんごい足りなくなるみたいなこと言ってたからさ、私もさ、こうなんか今99個あるからなんか常にこう70個以下にはしたいなと思うけどさ、このバンドジェリウム使う他の素材がさ、とんでもない数だからさ、なかなか今の私は使う予定がないんですよね。フレームがドール自体につけるやつなのかな。ブーストやっぱすごいね。もうなんか目が点だわ。もうしかもさ、これなんでアルファベットなの。もう確かにかっこいいけどさ、アルファベット真ん中の説明ないとさ、一体何を言ってるのかさっぱりからですけど。リバール、ああ48って何息切れするわ最大燃料、なんかキャッチ陣に燃料回復のアーツがあると結構あれだよね、いいよね。継続率、確率なの。車両形態時 V へのダメージ、車両形態時ってどういうこと？今まで私道路やってる時ってあえてこう車になろうと思ったことないけど、戦闘中に車になれるの？ちょっとわかんない。ちょっとやってみようかな。忘れると思うけど。ということはウェポンの何かしらを買えばいいのか。ちょっとコブいっぱいあるから、命中率、格闘力、素材を持ってないとハテナなのかな。何か1個でも素材をゲットしたら見えるようになるのか、クエストで何かもらわないとダメなのか。ブースト系やばい。あとなんだっけな、なんかクラッシュパーツ、これを作れ的なノリだと思うんですよね。いけなくもないのかな。スクショ撮っとこう。今また別のとこスクショ撮った。これね。すごいすごいですわ。でも何にもないからな。ビースト古い作っとくか。ビーストよく相手にするもんね。ふさげふさげカウントしてる。インセクト、メガフライ、アリエンエイリアンねアリエンってエイリアンなんでなんだろう、なんで英語なんだろう。チメラ、キメラはあ、もう一個ビースト作ろう。もう容器しないよ容器しないよ。じゃあ早速 M ミサイルにつけてみよう。これはこっちにつけた方がいいのかな、それともオートアタックの方につけた方がいいのかな、それとも全体と同じなのかな。あ、フレームのやつ結構あるね。格闘力ギア使わないから回避にしとく。